続きまして、大沢和弘さんによる CLI meets Web Frameworks というのをあと3分でお願いします。あ、使います。もうなんか緊張するってレベルじゃないんで、ちゃっちゃとやるように。3分映りましたね。まあ、あの圧縮って感じで自己紹介、まあ、インフォマークスの社員をやっています、まあ、こんな感じ で、まあ、普段はこんな感じなんですけど、まあ、EC サイトとか仕事で作っていて、まあ、個人でなんかサーチエンジンとか10年やってます。でまあ、終わり。謝罪、まあ、なんか飛ばします。まあ、終わり。本題、まあ、アジェンダは大体こんな感じになっていますね。で、まあ、あの、なんでしょうね。Web アプリ with CLI みたいな感じで、まあ、CLI っていうのはコマンドラインインターフェースのことで、まあ、あの、なんでしょうね、ドットネットのコモンランゲージインターなんとか官庁かみたいなやつではないです。で、まあ、CLI。コマンドと、まあ、ウェブフレームワークスで、まあ、あの、なんでしょうね、CLI とウェブフレームワークがちゃんと融合すると便利だよみたいな感じのお話を早回し で、まあ、やりたいことは何でしょうね、 CLI とかでモデルとかコンフィグとかはフレームワークので使い回したいから、まあ、できればプラグインとかも有用なのがあればコマンドラインで使いたいなっていうので、まあ、とても単純な動機でこのやつをやってます。さすがにコントローラーとかビューとか CLI で使っても意味ないよねみたいな感じですね。でモデルで、まあ、よく昔あるのはスクリプト中にあの UseDBI なんちゃらしてなんかコネクトして書いてったりとか、あと、まあ、あのデータモデルみたいのを書いていちいち Use してったりとかするんでなんかめんどくさいですね。で、まあ、アフター的ではもう何でしょうね、フレームワークを Use するだけでも全部面倒見てくれちゃうみたいな、設定とかもスクリプト中にやんないでいいって感じですね。で、まあ、コンフィグ、まあ、これあの、なんでしょうね、ケントさんとかの CGI でよくある技なんですけど、まあ、ここから変更しないでくださいみたいな、まあ、設定をいろいろスクリプト中に書いてあってダラダラしてめんどくさくて、まあ、よくてあの YAML でロードファイルみたいのをしてスクリプト中に書くとかっていうのもあるかもしれません。まあ、アフターとしてはさっきのモデルと同じですね。で、まあ、極端すぎなんですけど、まあ、さっさと飛ばして、で、あのみんなどうやってるのかすごい気になったので、まあ、適当にもいかないのでざっくりと調べてみました。とりあえず PHP、まあ、どうでもいいなと思ったんですけど、ちょっとオーソーリーみたいなところで、一応あのエステナーっていうあの PHP のフレームワークが CLI サポートしているらしくて、マニュアル調べてみたらこんな感じでクラスを CLI のクラスを書いてスクリプトとしてこういう PHP のスクリプトを書くで実行すると、なんでしょうね、このファンクションのパフォームの中のやつが実行されるみたいなやつになってるらしいですね。で、まあ Ruby なんですけど、なんかスクリプトコンソールみたいのがあるらしいんですけど、ちょっと全然調べきれてなくて分かりませんでした。で、なんかあの、なんでしょうね、シンプルコンソールとかいうやつがあるらしくて、ちょっと、あ、やべえ。で、まあ、なんかこういうことを歌ってて、要はあの、なんかコンソールの CLI 専用のフレームワークみたいのをやりましょうっていう感じで作ってるらしいです。ちょっとまあウェブフレームワークとは違いますね。で、ケースオブ、まあ、パール、ね、カタリスト、まああの iOS っていう、なんでしょうね、コマンドラインの OS みたいのがあって、それ iOS でできるよみたいのがあるんですけど、それってあの、なんでしょうね、シスコのスイッチの方のカタリストなんでちょっと違うかなってところで、あの去年あのタイプスターさんがあのライトニングトークでシーパンリーセントっていうあのインギーさんをめちゃめちゃプラプラみたいな感じでやってた、ウェブサービスのソースをちょっと引っ張ってきました。で、大体なんかこんな感じで書いてるらしいんですけど、ちょっと あんまりカタリストとかも書いてないんで、普段こういうのでみんな書いてるのかがよくわからないんですけど、まあ、こんな感じらしいです。あとスレッジはなんか全然ソースが見つからないんで諦めて、その代わりあのモフェッチっていう、何でしょうね、今度午後にあるトクヒロさんの
ところの会社で使ってるフレームワークで大体こんな感じで、あのまあ何でしょうね、ジョブをいちいちこんな感じで、パッケージ書いていって、それをコマンドラインでこんなランナー PL なんとかなんとかみたいな感じで呼び出すっていう運用を取っているらしいです。で、ジフティ、まあ、あのコミットビットのリポジトリが見れたんで、それを見てみるとなんかだいぶシンプルにすごい綺麗に書かれていて、なんか今回このプレゼンする意味もあんまりなくなっちゃったかなみたいのが、なんでしょうね、2週間ぐらい前に見て気づいて落ち込んだんですけど、まあなんかいい感じですよね。で、前振り終わりで、あと何分で、一応あの自作で、あのオレオレフレームワークっていう、スージーっていうフレームワークで、あの CLI をちゃんとサポートしたので軽く紹介をします。まあ、あのパールのウェブフレームワークで、スレッジを最初元にして、最近あのカタリストとかをインスパイアし出してますね。そんで、まあスタンドアローンサーバーとかいろいろつけていってます。まあ、あのブーヒーとかいうとあるあの有名なフレームワークとは名前が似てるんですけど、全然関係ありません。で、まあヒストリーとして掃除、まあ、数字1ですね。まあ単純にスレッジからコピペして使える機能だけって感じ で2はあのモッドパール2用にちょっと作ってみただけで、3があのカタリストインスパイアにして、結構あのカタリストのプラグインとかそのままコピペで動くような感じに持ってきました。で、まあ、あの4はまだないんですけど、 CLI サポートとかしてったりとか、カタリストエンジンとかからどんどんコードパクってきたりして、結構もうあんまりカタリストと変わんなくて、なんか自分でやってる意味もなくなってきそうで、ちょっと嫌になってます。で、まあ、あの CLI サポートはあの AppCLI というあの SVK とかのコマンドラインの元になっているモジュールがありまして、それをベースに実装してきました。で、コードなんですけど、まあ、あのスクリプト本体はこんな感じでコードを書いていって、まあここら辺あのカタリスト、ユーズカタリストするみたいな感じでちょっと似てる感じですね。で、まあ、あのスクリプトのルートとか、まあ、デバッグモードとかそういうのをやって、ディスパッチっていうのを呼んでる感じですね。で、まあ、あとここちょっとあ、こっちはあの CLI のパッケージの方です。で、まあ、実際こんな感じでこの辺もカタリストっぽくなっていて、まあ、たったこれだけのソースだけで、まあ、なんでしょうね、この辺があの要するにコントローラーに当たる部分で、大体あのこの M っていうのがなんかモデル、カタリストでいうところのモデルで、あんまりもう実際のあのその機能のモジュール自体はあのそんなに複雑な設定とかいらずに、もうフレームワークの初期設定が勝手に適用されて動くみたいな感じになってます。で、まあ、あのウェブアプリみたいなノリで、で、まあ、あの今回あの自転車 PL っていうようなコマンドをやったんで、それを叩くと、まあ、テストのランを実行するみたいな感じでやりますね。まあ、あのそれで自転車 CLI 直屋みたいなネームスペースを作ると、自転車 PL で引数で直屋ってやるとちゃんと動くような感じになってます。で、まあ、ポットの内容とかはあの普通に何でしょうね、ヘルプ直屋とかでやればあのポットで書いた内容がヘルプで出てくる感じですね。結構まあ使い勝手がいいです。でもちょっとあの S なの CL はサポートの実装っぽくて、ちょっとなんだかなみたいなところがありますね。で、まあ紹介終わりで、まあ、あの本題なんですけど、まあ、CLI サーバーというものをちょっと軽く作ってまして、まあ大きいアプリにありがちなことで、まあモジュールとか使いすぎると結構起動時間がかかるらしいんですよ。ちょっととあるところだと2時間半ぐらいなんか起動するのに時間がかかるとか、そういうアプリケーションもあるらしいので、まあ、ちょっと問題かなと。あと、まあエラー出力とか照準出力とか見えるのも実行したターミナルのみで、まあ、あの何でしょうね、リダイレクトとかなんかいろいろ使っていけば、まあ、見れるんだけど、それもなんか BK っぽいような感じなんで、で、まあ、ちょっと軽く作ってみました。で、まあ、仕様としては何でしょうね、普通のカタリストのテストサーバーを動かすような時みたいに、必要なモジュールを全部ロードした上でデーモンとして常駐して、まあ、ノンブロッキング IO みたいな感じで、で、まあ、あのプロトコルとして HTTP とほぼ同じような感じのプロトコルで動くようになってます。で、まあ、HTTP っぽくてもプレフォークで動くんじゃなくて、まあ、ノンブロッキング IO で動いてるんで、サーバーのプロセスは一つだけです。で、まあ、スタンダード、まあ、インアウトエラーとかのラッピング、まあ、クライアント側でラッピングをしたりとかするんですけど、ちょっとそれは次のあたりで説明ですね。まあ、簡単に言うとスクリーンであの
アタッチとかデタッチみたいのが、スクリプトで同じようなことができるみたいな感じですね。で、まあ、プロトタイプとして一応ハテナダイアリーの方にガーッとコード貼っつけてあるんで、もし何か興味がある方いましたら、何か、こんな感じのキーワードでググれば一発で出ます。で、まあ、カタリストでも何かそのサーバーっぽい今言ったようなのできるんじゃないのっていう感じなんですけど、ちょっと詳しく話します。で、まあ、プロトコルの話ですね。で、構造としてはクライアントがいて、その CLI サーバーがいて、で、実際のジョブを動かすためのプロセス、まあ、プロセスと呼んでるんですけど、それのプロセスがいる三層モデルみたいな感じですね。サーバーからプロセスをフォークしてガンガン実行する感じです。で、まあ、ちょっと軽くデモをしながらって感じ で今ジョブを実行させるときには、なんかこんなプットメソッドを叩いて、サーバーにアクセスをするとジョブが動く感じになってまして、例えば、まあ、こんな感じでやると、なんでしょうね、1秒おきに今のタイムエポックタイムを出すっていうプログラムを今叩いたところです。で、こんな感じでガンガン出てきます。で、それがこれで、まあ、クライアントからサーバーにソケットで今つなげたような感じの状態ですね。で、レスポンスがさっき出てきたんですけど、振るとそのサーバーとつなげて、それがあのフォークしてプロセスを生んで、そのなんでしょうね、サーバープロセスのインをサーバーにつなげて、アウトとエラーもサーバーの方に、まあ、あのローカルで、まあ、割り当ててるって感じをやってます。で、まあ、ジョブ ID というのがあって、さっきあのスラダンっていうふうに打ったんですけど、まあ、そのなんでしょうね、新規に走らせるジョブの ID を指定する感じで、まあ、ユニークなんでしょうね、同時に同じ ID を指定することができないんですよね。ちょっと今終わっちゃったんですけど、でもう一回こうやると409コンフリクトみたいな感じで、絶対あの同じジョブ ID っていうのはこの部分ですね、それで動かないようになってます。で、今言ってたのがこんな感じですね。で、まあ、あのクロンタブとかであの1分おきにコマンドライン起動したいときとかに、あの1分以内に終わらなくて、同じプロセスが複数個立ち上がるのがすごい嫌だっていうときに、ちょっと排他的に制御するのに使えるんじゃないのかなと思いました。で、まあ、接続ができたら、さっきみたいに基本的にセッションを張りっぱなしで、まあ、クライアントが接続切ってもプロセスが止まらない感じですね。まあ、バッファリングとかもしててるので、例えば途中で切れた場合、だとあの途中なんかつながってない間に出てきたエラー出力とかが一緒になってフラッシュされて出てくる感じですね。で、まあ、エラーはもう一本こんな感じのセッションを貼るとエラーが一緒に出る感じになります。で、まあ、ちょっとなんでしょうね、ソースコードで、これはひどい、すごい見にくいな。一応さっきの、クロック1秒機に出るっていうコードがここにありまして、すごい小さいですね。こんな感じのソースで、エラー出力でこんな感じのを出してたんですよね。それなんで今全部あのエラーの Q が溜まってたんで、つなげた瞬間に、あ、ちょっとなんかワーニングが出てる、まあ、こんな感じでガーッとエラーの、まあ、
なんでしょうね、バッファーの内容が全部出る感じになってます。やばい、結構時間をしてるので、まあこんな感じでつながっている感じですね。クライアント、要するにあのサーバーとソケットを2つつなげて、まあインとアウトとエラーをうまい具合にこうつなげてあげてるって感じですね。まああのどうしよう、ゲットがこれはさっき言ったの、それでまあ複数のクライアントから一つのプロセスにつなげたいみたいな感じのもできて、これで あんまりちょっと分かりにくいな。こうやると同じ出力が複数のクライアントで出せるようにもなってます。まあこんなイメージですね。でまあ接続切れちゃったら、さっきからもう何回もやってるんで、まあ簡単につなぎ直せたりします。で止めたいときはデリートメソッドをあのジョブ ID で込みで発行してあげれば、そのままあのシグナルでキルして全部閉じてくれます。でまあ、ウェブブラウザ対応で、これも軽く、全然違う、一回閉じると内部的にバッファリングされてるんで、これポート指定しないといけない。あ、これだとちょっと、なんだっけ、やっぱオプション忘れてる。ここに書いてありました。こんな感じでプロセスバッファの内容が普通にブラウザからも見れたりするので、ちょっとしたデバッグとかにはすごい便利かなと思います。で、まあ、あと全部今マスターのクライアントしか入力受け付けないんですけど、こんな感じのオプションつけると全部のクライアントの入力を受け付けて IRC サーバーっぽくなりますね。まあ、なんかコメット D っぽいのもできそうです。では終わりです。ありがとうございました。ありがとうございました。時間の都合上申し訳ありませんが、質問の方は省略させていただき、さらにちょっと休憩、10分の休憩時間も省略させていただき、続いて、奥和穂さんのプレゼンテーションに移りたいと思います。